鎌倉五山とは、禅宗の自覚、日本の禅宗のうち、臨済宗の寺院を格付けをする制度、すなわち、幕府が任命した従事を順次上位の寺に昇進させることにより、幕府の管理下に置き、コントロールしようというもの。鎌倉幕府の五代執権、北条時頼の頃、中国の五山の制に倣って導入したのが始まりで、その時々に応じて入る寺院や、順位などが変動した。最終的には、京都と鎌倉にそれぞれ五山、その上に五山の上という最高自覚として、南禅寺が置かれた。現在の五山の順位が決まったのは、始徳3年、室町幕府三代将軍、足利義満の時である。ちなみに、五山の下には、寺説、諸山がある。別格、南禅寺京都、南禅寺別格上位建長寺第一位建長寺は、神奈川県鎌倉市山の内にある禅宗の寺院で、臨済宗建長寺派の大本山である。3号を巨福山と称し、正式には巨福山建長興国禅寺という、鎌倉時代の建長5年の創建で、本尊は地蔵菩薩、開基は第5代執権、北条時頼、開山は南宋の禅僧蘭慶道隆で、第2世は同じく南宋の骨安船である。鎌倉五山の第一位、境内は、建長寺境内として、国の史跡に指定されている。円覚寺第二位円覚寺は、神奈川県鎌倉市山の内にある寺院。3号を、瑞鹿山と称し、正式には、瑞鹿山円覚教聖禅寺と号する。臨済宗円覚寺派の大本山であり、鎌倉五山、第二位に列せられる。本尊は、宝冠釈迦如来、開基は、北条時宗、開山は無学祖元である。なお、寺名は、円覚寺と濁音で読むのが正式である。鎌倉時代の弘安5年に、第8代執権北条時宗が、元寇の戦没者追討のため、中国僧の無学祖元を招いて創建した、北条特僧の祈祷寺となるなど、鎌倉時代を通じて、北条氏に保護された。JR 北鎌倉駅の駅前に、円覚寺の総門がある。境内には、現在も禅僧が修行をしている道場があり、毎週土曜、日曜日には、一般の人も参加できる土日座禅会が実施されている。かつて、夏目漱石や島崎藤村もここに参禅したことが知られる。寿福寺第3位寿福寺は、神奈川県鎌倉市扇ヶ谷にある臨済宗、建長寺派の寺院である。鎌倉五山第3位の寺院である。3号を亀ヶ井山と称し、次号は詳しくは、寿福金剛禅寺という。本尊は、宝冠釈迦如来、開基は、北条政子、開山は、栄西である。鎌倉33観音霊場、第24番。鎌倉24地蔵第18番。境内は、寿福寺境内として1966年3月22日、国の史跡に指定された。常知寺第4位常知寺は、神奈川県鎌倉市山の内にある禅宗の寺院、臨済宗円覚寺派に属する、鎌倉五山第4位、3号を、金峰山と称する。中世から江戸時代にかけて、金峰山と金峰山が混用されてきた。本尊は、阿弥陀如来、釈迦如来、弥勒如来の三聖仏で、それぞれ過去、現在、未来を象徴する。開基は、第10代執権、北条諸時、開山は、南州広見、第九少年、骨安船への3名が名を連ねる。境内は、常知寺境内として、国の史跡に指定されている。浄明寺第5位浄明寺は、神奈川県鎌倉市にある臨済宗建長寺派の禅宗寺院。3号は十日山。称名は、十日山浄明、広尻禅寺という。本尊は、釈迦如来。開基は、足利義兼。開山は、太閤行友、鎌倉五山の第5位、鎌倉33観音霊場第9番、寺には、婦人廟に霊源のある神とされる、淡島明神立像を安置することから、婦人廟の祈願所とされている。境内墓地には、足利貞氏の墓とされる、宝鏡院塔がある。また、裏山には、鎌倉の地名にまつわる伝説が残る、鎌足稲荷が祀られている、三浦勝雄編。鎌倉の地名由来辞典、ありがとうございます。